セガサミーホールディングスセガトムスエンタテインメントマーザアニメーションプラネットマーザアニメーションプラネット株式会社は主に CG アニメーション映像作品の企画制作販売を行う日本の企業セガサミーホールディングスのグループ企業の一つでトムスエンタテインメントの100%子会社セガ V 研究開発部を前身として2009年6月に セガサミーグループの CG アニメーションスタジオである株式会社セガサミービジュアルエンタテインメントとして設立。最高の物語を世界中の子供たちへという経営ビジョンへの思いと世界へ飛び出そうという強い意志を込めて2010年7月にマーザーアニメーションプラネットへと社名変更した。2011年3月にセガサミーインベストメントパートナーズを 九州合併。2015年4月1日付で、セガサミーグループ再編に伴い、セガサミーホールディングスの完全子会社から、セガホールディングスの完全子会社となった。一方で、2016年3月期から2期連続で、セガホールディングスから計18億4600万円の債務免除を受けている。2017年4月1日付で、 セガホールディングスの完全子会社から、トムスエンターテインメントの完全子会社となる。2019年4月1日付で、トムスエンターテインメントの子会社であった、特質から全事業を譲り受けした。ありがとうございます。